りました。おこれ、あこのボールがちょっとチャナティックが追いつきそうだ。逆サイドから鈴木武蔵が上がってくる。勝負するか、左足決めた。鈴木武蔵が落ち着いて左足で決めました。後半の39分、早かったですね。今ねチャナティック選手が裏抜け出すのも早かったし、はい、これで鈴木武蔵2試合連続ゴールとなりました。中6日で迎えたゲーム、あフォワードショー、うん、反転していたがシュート、うん、決めた。こういうことですかね。そうですね、今日もゴールを取りました。内側のジュニオ、これで4試合連続ゴールですね、うん。フリーになった。そう、ゴールは決まった。先制ゴールは清水、最後はこの人ドーグラス、5試合連続のゴールを決めました。島尾までターゲット、長澤、関口、関口だ。均衡を破りました仙台スタジアム、関口です。先制ゴール関口。ポジション、小川亮平のタックル、これは右サイド八塚、いいタックル、道口と絡んで糸口を作ります。ゴールに向かった八塚、ハモン・ロペス、しました切り札ハモン・ロペス。88分、仙台追加点。見事な左足でしたハモン・ロペス。胴体を使い切りました。高江に代わっての投入です。渡辺パスが入っています。西野、アディショナルタイムに入りました。3分、シュートだ。西野決めました。今季3点目、アディショナルタイムが入ったばかりのところ、後半投入のメシノが決めました。1対0、ガンバー。そうですよ、はい、まあ、運動量はビジャーより自分の、おお、ここはチャンスだが、小林、小林、2対2、古巣相手に強烈な同点ゴールを決めました。小林誠吾、これはね、いや素晴らしいゴールです。大きな大きな古巣へのカウンターパンチ。